こんにちは、すしのこです。今日はイベントステージで出ているシェイミーに、自分のポケモンにシェイミーを入れてプレイすると面白いかもよということで、ちょっとねやってみようと思います。パーティーはねこんな感じでいこうと思います。シェイミーはね半減ですけど、行ってみますね。じゃあやってみましょう。スタート。おお、すごいいる。はい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 。さて、ちょっと残ってしまったのを、あ、これちょっと厳しいね、上がね。シェイミが落ちてくるの待ちたいところです。そうだな、よし。それでは、ここら辺を揃えて終わりましょうか。やりました。Sランクはね取れなかったですけど、最初のバリアはね綺麗に消えますね、シェイミーがいると。はい、 A ランクゲットです。そしてこれですよ。僕が実は、今回紹介したかったのはシェイミーにシェイミーを入れるとかいう話ではなくて、なんと1000コイン、多分ね、チェックインしたらだと思うんですけど、チェックインしたら、1000コインまたもらえるようになります。これをですねちょっとさっきもう本当についさっき、コメントでね山下くんが教えてくれました。なのでおやってみようと思って、動画に撮りました。本当にね、1000コインゲットすることができました。これね多分毎日チェックイン後に、プレイすると1000コインもらえると思うんで、ぜひね、ニャースよりだいぶねコイン稼げるのでやってみるのいいんじゃないでしょうか。ということで今回はシェイミにシェイミを入れると最初のねバリアは気持ちよく消えてくれる。ちょっとその後大変だけどね。そして、毎日ねチェックインするごとに1000コインもらえちゃうよという動画でした。またねポケトルの動画どんどん撮っていこうと思うんで、よかったらねポケトルのことなんかね面白いことあったらぜひ僕に教えてください。それじゃあね、よかったらまた次も見てください。土の子でした。